はい、それでは今回は2級建築施工管理士の学科試験平成26年問い13番について解説していきたいと思います。この問題はですね、タイルに関する問題です。これも絵を使ったり、あとは写真をお見せするんですけども、それを見ていただければ、頭の中で想像して解きやすくなって、インプットもしやすくなるので、解説していきたいと思います。日本工業規格 JIS に規定するタイルに関する記述として最も不適当なものはどれかという問題です。1番、ユニットタイルは施工しやすいように多数個のタイルを並べ、シートまたはネット上の台紙などに貼り付け連結したものを言う。この問題なんですけども、これはまずはじめに写真を見ていただきます。この連結したタイルというのを見ていただきたいんですけども、まずはこの裏面をこう連結させたタイルですね、裏連結ユニットタイルというものです。そして2つ目に表面に貼り付けてある表張りユニットタイルですね、シートや台紙などをこのように貼るタイルのことがあります。でこのユニットタイルというのはこのようには、たくさん複数個貼り付けてあるものを言います。まあ、この問題1番合ってるんですけども、このユニットタイルは施工しやすいように、まあ、多数のこのタイルですねをたくさん並べて、そしてまあシートとかあとはネットで貼り付けて連結したものを言うという、そのままのことなので、この1番に関しては合っております。この2種類あるっていうのも覚えておいてください。そして2番、生地はタイルの主体をなす各部分を言い、西友タイルの場合表面に施した上薬を言う。この問題はですねちょっと難しいんですけども、まずこの生地というのはですね、何も手をつけていない、ノーマルなものですね、まあ、そのままのタイルのことを言います。これに関する問題なんですけども、西友タイルの場合表面に施した上薬を言う。この上薬というものはタイル表面の塗り物のことを言います。このタイルというのはですね、上薬を塗ったものと塗ってない2つのものがあります。西友タイル、上薬を塗ったタイル、無油タイル、生地が主体で何も塗っていないタイルのことを言います。これも写真を見ていただきたいんですけども、こちらをご覧ください。これが2つの違いですね。これが西友タイルと無油タイル、ちょっとだけ分かりにくいんですけども、これが、無油タイルという何も塗ってないものですね。この上が、西友タイル、下が無油タイルですね。何も塗り物をしていない、これが西友タイル、何か塗り物をしているものですね。この2つに分かれますよということです。で今回問題に戻ると、この西友タイルの場合表面に施した上薬を言う、まあ、上薬を主としているということですね。何か塗っているということですね。ただこの生地はタイルの主体をなす部分、この生地が主体で何も塗っていないタイルのことを今回言っているので、この2番に関しては、この表面に施した上薬は、含まれないので、これは、間違っています。そして3番、タイルの吸水率による種類は1、2、3種類に区分される。これはですね合っています。この磁気タイルというのと石器タイル、陶器タイル、陶器質、この3つに分かれます。まあ、これに関しては吸水率ですね、水どれだけ含まれるかっていうのを、まあ、3つに表しているんですけども、まあ、1種類目に関しては全然吸収しない、そして2つ目が、まあ、ちょっと吸収する、そして最後に、この陶器タイルというものは結構吸収する、 50% 吸収するということですね。まあ、用途的にざくっと分けると外壁、床、内装ということですね。まあ、この3つに分かれていますよということです。これも暗記問題なので、覚えておいてください。そして4番、裏足はセメントモルタルなどの接着を良くするために、タイルの裏面を良くするための、タイルの裏面につけたリブまたは凸凹のことを言う。これはですね、裏足というのはですね、タイルの裏面のことです。この凸凹しているところを裏足と言うんですけども、こちらも写真をご覧いただきたいんですけども、このタイルの裏面ってなかなか見ることはないんですけど、この裏面のにあるこれを、裏足と言います。この凸凹しているものですね、この凸凹しているものを裏足と言います。まあ、これはですね、もう設問の通りなんですけども、セメントタイルなど接着を良くするためにこのように凸凹に、してやるということですね。なのでこの4番に関しては取ります。以上のことから今回は2番が間違っているので2番が答えとなります。